噂通り早いな。タイムは？タイムに興味はない。そういうところも噂通りだ。なあ七瀬、今度の大会俺と一緒にリレーに出ないか？俺はフリーしか…そう、水泳の勉強しに行く。オリンピックの選手になる。もし一緒に泳いでくれたら。見たことのない景色見せてやる。ロマンチックだろ。ハル、よかったな。それで年末閉館間際の時間に帰省したらばったり会ったとかで、リンはえらく落ち込んでた。そりゃそうだよな、水泳留学までしたのに。なんでなんだって。お前はこんなもんじゃねえだろ。オーストラリア帰りのやつにはかなわない。バカにしてんのか？してない。この前の勝負はお前の勝ちだったろ。今のお前になら勝てて当然だ。勝ちは勝ちだ。お前は俺に勝った、それでいいだろ。よくねえ。もう一度ちゃんと勝負しろ。じゃねえと俺が前に進めねえ。めんどくせえ。俺はフリーしか泳がない。お前のために泳ぐんじゃない。いや、お前は俺のために泳ぐんだ。だったら一つ約束しろ。俺に負けても水泳をやめるとか言うな。集大を晒すな。負けても泣くな。もうあの頃の俺じゃねえ。今度こそはっきり見せてやるよ、俺とお前の違いを。県大会までに体作っとけ。そこで勝負だ。大会で会おうぜ。俺の勝ちだ。これでもうお前と泳ぐことはねえ。二度とな。で、お前に聞きたいことがある。お？なんだ？転校生は初日に締めておこうってか？あ、覚えててくれた？そんな怖い顔するなって。本当、偶然って怖いよね。松岡凛と言います。佐野スイミングクラブから来ましたよ。ねえ、ハル。メドレーリレーのことに決まってんじゃん。今度の大会俺と一緒に出ないかってこと。俺はフリーしか泳がないって言っただろ。こだわるね、七瀬は。いいよ、フリーで。フリーしか泳がないって言ってんのに勝手にリレーの話進めんなよ。だから七瀬はフリーでいいって言ってるだろ。まあな。連絡くらいしろよ。いや、なんか照れくさいっていうかさ。元気にしてたか？水泳は？
あ、中学で水泳部に入った。誠も一緒だ。結構学校のプールが大きくて。なあ、ある？久しぶりに泳いでみないか。どっちが早いか。おお、リンじゃねえか。帰ってたのか。うん、あのさ、ちょっと泳ぎたいんだけど。おいぜ、今なら貸し切りだ。よーい。またよ、リン。どうしたんだ今日のお前、何かおかしい。